1904年に撮影された、サオ族サオ族は、台湾原住民の一つ、サオ語自称は、タオで、人間という意味もある。また、新朝の文献にも、漢字で思え猫たん水されん思え朝ン社など記載され、出典という自称も、まだ祭祀の言葉の中にある。新朝時代、政府は、台湾の原住民族を統治と感化の観点から、 大まかに二つに区分していた。新朝の統治を受け入れ法律が適用され、労働と納税の義務を果たし、官民族した民族は、熟番と呼ばれ、統治を受け入れず古来よりの文化を守る民族は、成番と呼ばれた。一方、清朝に服属こそしないが納税する民族は、帰化成番と呼ばれた。文献によれば、水差、例24社として記載された。 サオ族は化け、しげるに属している。スナレンというのは、サオ語の水、サズムが音読で翻訳され、漢字の水と組み合わせ、水サレンという部落名、地名になった。現在、主に南投げ県の実月端に分布し、人口は800人ほどである。伝承によれば、白禄を追って、アリさんを越え南投げに移住したと伝わる。以前は、 草族の士族とみなされていたが、文化人類学的に異が認められ、2001年に内政部より独立した原住民族として認可された。漢民族が台湾にトライする以前より、草族は実月短周辺の土地で生活を営んでいた。古藩は草族ゆかりの土地である伝統領域であった。しかし、外来政権と衝突を繰り返し、現在は、 主に二つの集落しかない。伊達省、サオ語で、板は、私たち、タオは、人という意味である。また、地方行政で実月村とも呼ばれる。伊達省遊郭中心は、観光客が集まるスポットである。新王朝時代の文献では、サオ語の地名、バボー占い吉者、白骨者、副骨者などと翻訳で記録しており、漢民族は、台湾語の発音。 北靴と呼んだ。日本統治時代に水力発電所の建設工事に伴いサオ族の居住地域が水没し、元住民らは新たに化けげる者を築いた。戦後、中国国民党政権によって特化者と解明された。だが、特攻教育を受けさせ、品格や思想や行為などを感化させるという伝統文化に対する偏見の意味合いがあったため、 台湾民主化とともに、伊達省と、さらに改名された。今もサオ族の最大の居住地である。アメシャ山、南投げ県、水里郷町、村にあり、サオ族の収録である。大坪林とも呼ばれる。漢民族の流入のため、日本統治時代に一部のサオ族は当社から、こちらに移住してきた。数十年前、先生家家が他界してから、 サオ族の伝統な祭事や言語などは伝承されていないようである。満身統治時代、大陸から多数の漢民族系がト来し、暴力的、あるいは詐欺まがいの契約でサオ族の土地を取り上げた。さらに、漢民族系移民が持ち込んだ伝染病がサオ族の人口減少をもたらした。日本統治時代、サオ族は、 実月丹の周辺一帯に広く散在し、いくつかの集落を営んでいたが、漢民族系が入り込むにつれ懇住状態となった。そこで、沙オ族を、主に責任者に集中的に居住させた。昭和9年、実月丹では、水力発電の目的で、ダムが築かれ、水位が上がり、責任者などの集落が水没した。日本統治当局によりサオ族は、 移住を強いられ、現在の集落実月村、救命占い基地者、特化者、サオゴ、バーボーが成立した。なお、日本統治当局は、サオ族にサオゴでアルミカンという工作地を配給。そして、バーボーは、サオ族の保留居住地。ここで、漢民族系移住は厳しく制限された。サオ族は、伝統生活を維持しながら、台湾原住民のパフォーマンスで、 観光名所を経営し始めた。戦後、漢民族系は再びこの辺に戻ってきた上に、中国国民党政権の中央及び、地方政府は、こぞってサオ族保留居住地を再開発し、観光事業計画を行った。開発に伴い、旅行客相手の商売を目的とした人たちが、退去して、押し寄せるようになり、土地争いが絶えなかった。 もはやサオ族のみで集落を営むことが難しくなり、大半が観光収益を狙う、官民族系で占められた町で住むようになってしまった。民国72年、実月村は土地区画整理が行われ、当時の中国国民党所属、南投県県庁、五厚市議は、再開発のおかげで、サオ族一世帯は一戸建ての洋式屋敷をもらい、 町も綺麗になったと宣言する一方、実月村沢族居住地は、公有地不法選挙である。法律により沢族は、土地賃貸を支払い、もしくは土地を購入しなければいけない。さもなくば追放されると発言。翌年、国有財産局に15年分の土地使用料を、追納した。一般的な、沢族世帯にとっては高額であり、 自分所有の土地範囲を譲渡せざるを得なかった。その上、賃貸料金を建て替えてもいいとの名目で、竿族らに接近し、所有権移転登記をごまかし、土地を騙し取る、詐欺事件も発生した。たとえ使用料を収めても、土地を買い取ったわけではないので、再開発された土地所有することはできず、土地使用権しかない。資金調達に窮した竿族女性は、 やむを得ず株団を結成し、出稼ぎ労働者として何回も、日本で、巡回講演を行った。民国75年土地区画整理省広告。資金が足りない、相続世帯は、自分の住所と土地を守れず、政府から、わずかな建物解体補助金しかもらえなかった。翌年、土地区画整理工事が開始され、相続はまたも離散してしまった。 アルミカンという工作地について、民国62年、中国国民党所属南投県県庁、林陽光は、竿族の就職促進のため、最後の水田として工作されているアルミカンで、産地文化センターの建設を発表、そして、土地収容を行った。しかし、保証額が少なく、他の工作地が購入できなかった。 民国64年産地文化センターは竣工した。しかし、サオ族は一人も産地文化センターで演出してもらわなかったという。サオ族は、漢民族化に同化し、ほとんど共通語として、台湾語を話し、母語を使う機会は失われた。土地を奪われ、祭事場や農耕地や狩猟場もない、生活様式でも観光業に影響を与えられ、先生家家は、 観光客が絶えず訪れる商店街で祭儀を行わざるを得ない。民国88年921大湾中部大震災が発生。震災後、サオ族は倒壊した産地文化センターの建物の再建に反対し土地を取り戻す請求をした。苦労を奔走してようやくここで仮設住宅としていたタオというサオ族単一民族の居住区が生まれた。 民国57年、南投げ県政府は、実月丹の東側で、九尺園を開設。その場所は,は、私ら一家族園子の先祖供養祭場で、あるが、当時、園子長老は、他の場所を探さず、不変更という主張を堅持していたので、ずっとフィル法で、先祖供養を行っている。民国105年に閉園となった、ボット方式で、観光ホテル開発を手掛ける。ここは、 サオ族の伝統領域、それに伝統祭議会最地ながら、事前にサオ族は、事態が全く知らない状態に置かれる。環境アセスメントもまだ行われているので、訴訟が続いている。現在、サオ族はなおも、政府やリゾートホテル業者などを戦い、母語や伝統を守りながら、生存権や土地所有権や伝統領域回復に励んでいる。社生は、鎮静、または、 医師生に所属する。竿族は、台湾原住民の中で人口が少ない民族である。古来より、実月単藩を拠点に、祭事、工芸、美食、歌舞といった伝統の文化を守ってきた。伝統音楽としては、大小の絹で石板を打って、音階をかたどる、小音儀式が有名である。祖、霊ンまた、台湾語で公家家書愛とも呼ばれ、祭祀大将は、 歴代の先祖である。台湾では、サオ族の実に伝承される、特有の供養風習であるため、サオ族か田舎は、家庭内で、そう、霊乱祭司伝統を営んでいるかが、判断方法である。塔と竹で、丸い口、または四角形の口と、四つの足を持った籠を編み、中に、先祖代々の伝統衣装と送信具を収める。 これは、サオ族のソレイ信仰重要の革新であり、博物館であってもサオ族の伝統衣装を展示、収蔵することができない。先生カカ、女性の祭司。先生カカは、借用語として、日本語の、先生と台湾語で年配の女性、カカか,から、借用を、さらに組み合わせて転用し、サオ語の中で用いた。純粋な、サ語でも、 真摯で発音する。ソレイに選ばれ、終身担任、儀式行いや乗りとを唱え、ソレイとのコミュニケーションを専門に担当し、周囲から尊敬される立場である。担任条件は1、既婚者。2、留守安レ霊祭に主催者を担任したことがある。3、夫が健在。4、尊敬される品格がある。現役の先生方はほとんど高齢者であり、 後継者不足が深刻な問題である。サオ族出身ではなくても、サオ族と結婚している女性も担任できるが、サオ族母語を理解し、ノリトがに証できる後継者を探すのは、簡単ではなさそうである。民進士という儀式について、先生方候補者は、現役の先生方から評価され、推薦を受けることから始まる。まず、現役の先生方が、 先生かか候補者を聖地とされる、実月短中のへしゃげ路頭へ連れて行く。へしゃげ路頭へと向かう船の中では皆わざと大声で、咳をし、島への来訪を最高それへに知らせる。島に上陸してから、候補者の顔と上半身を、織物のショール一枚で覆い、赤木に向かってしゃがむ。先生かかたちは、候補者を囲み、歯を持ち、候補者の頭、肩、 背中を撫でながら、サオ語でソレイと会話をし、コミュニケーションで最高ソレイの指示を図る。儀式を行い、交渉している間に、鳥や昆虫が飛んだり、魚が跳ねるなど生き物の動き、特に、水面に浮かぶ泡や風で湖面に立つ波でシミを読み、ソレイの了解を得たと判断する。キロではソレイを一緒に帰宅させるため、また大声で咳をして導く。 新たな先生カかカかが被かったショールは家に帰ってから脱ぐ。先輩の先生カカはまた門前の地上で、豚の内臓、頭、尻尾、豚足を生のまま、まな板に組み立てて備え、丸一匹の豚のように象徴し、また備え物の上に包丁を一本置き、豚の口を自宅の出入り口に向かわせる。新人の先生カカ家庭所有のソレエイ,イも持ち出され、 備え物の豚の前に置き、先輩は、新人の後に座り、改めて祈祷する。ソレイに受け入れられた新人は、この夜に、家の客までドアを開けたまま就寝する。その間にへしゃげ路頭から一緒に帰宅してきたソレイは、新人の夢枕に立ち、心構えを言い聞かせる。こうして、正式な先生家家として認可され、歳事を執行することになる。 サオ族の社会では、時代の先生家科の候補者探しが行われていたが、2017年に、日本東京大学考古学博士出身、当年51歳の各祖修士が、新人の先生家科として承認された。各先生は、サオ族男性と結婚し、常に、伝統衣装を着ている、先生家科のそれへが合ってきたことを夢に見ているそうで、 そして、サオ族の伝統文化を守るため、先生か,かの責任を受け入れたという。民進士当日、水面の波紋と泡の反読の妨げにならないよう、実月短管理ところは、残時間乱戦の航行を禁止する。認定儀式が順調に取り行われ、サオ族全員も喜んで新人の先生か,かを迎えた。先生か,かのジェスチャーノリとを唱えているときは、 熟慮を示すため、手で頬杖をする。儀式中、時折、手を前へ差し伸ばし、どの家族のそれ選んを指し、どの家族の先祖を名指しながら、先祖をこの世に誘い、供え物を召し上がって、どうぞという祭文を唱える。へしゃげ路頭、サオ族の聖域空間。ロルという単語も、語感として、マロルー、イコール同士、祭るやウラロールンイコール名詞、ソ 霊乱などなり、活用される。また、新朝時代に、漢民族からは、台湾語で、玉所、玉子山と呼ばれた。日本統治時代に玉島と名付けられ、また、広島県の五福島神社より、四所島命を移したて祭り、水力電気工事中の守護神として奉仕される、玉島社が建立された。戦後、中華民国政府は神社を取り壊し、 縁結びの神様、月下老人の誇らを立て、大陸の中華を降伏しようという意味で、光菓島と改名した。日本統治時代の昭和9年に、ダム建設と水力発電工事が取り行われて、実月炭の水位が上昇し、竿族の居住地も水没した。水没地域には聖地であるラル島も含まれていた。もともと竿族の先祖が農耕を営んでいた。 自然島だったが、日本統治時代と、中華民国政府の水力発電建設での、水上昇や1999年の921大震災のため島の面積は著しく、削減された。2007年から2008年にかけへしゃげ路島の増築工事が行われ、面積も増え、サオ族の伝統信仰が受け継がれることになった。ラル島頭人。 サオ族のリーダー。サオ族は、不形成で、七大子姓であり、中で縁、石、家この三つの家系は、昔から勢力がある一族であり、頭人、頭目の役割を代々継承で担っているのである。現在、伊達章部落で、頭人として、祭事や事務を統括するのは縁、石の二氏族。一方、アメシャ山部落はもともと、猛師の頭人がおり、 担任していたが、1994年に、松代の担当者が他界してから、伝承も耐えてしまった。昔、他の部族と争いがあれば、カシラ人は談判交渉により解決した。村人が、ルール違反をすれば、カシラ人は、裁判をした。狩猟の前には、カシラ人が、夢占いをし、吉務であれば青年らを狩りに向かわせた。カシラ人は、 行政や祭祀など様々な役職を兼ねていた。丸木船、昔、実月丹の周辺には、サオ族の集落が多く分布しており、主な交通手段は、丸木船だった。そのため多くの家庭が自家用の丸木船を持っていた。実月丹の周辺より、遠距離に行く場合は、まず丸木船を講義、フィルホーという場所に到着し、丸木船を降りてから、 目的地に向けて出発した。帰る檻は、フィルホーに行き、のろしをあげてから、待ち合わせ、また家族が漕いできた、丸木船に乗って帰宅する。自家用丸木船だけでなく、公用の丸木船もあった。自家用丸木船は二人か四人乗り、公用丸木船は十数人の乗船が可能である。丸木船作りは、家族、村人が力を合わせて行った。 山に行き、丈夫で防水な木を抜刀して掘り上げ、完成してから湖に搬送する。原木の抜刀、作業、浸水式など、すべての場で先生方は儀式を行い、ソレに報告する必要がある。ショーン、キネ好き音楽。キネは長いキネと短いキネがある。日常生活で、 米の制白や餅つきに用いるのは短いキネであり、音楽演奏には長いキネを用いる。キ絹音の音楽には、再儀式小音と演奏式小音の2パターンがある。再儀式小音は、毎年旧暦7月の最終日の夜に、サオ族の女性は園子族頭人の家に集まり、徹夜でキネで石を叩き、山に狩りに行った男性に、明サオ族のお正月が来る、から、早く、 家に帰りなさい、と通知する。当や男女分別なので、キネオンは女性陣が交代制でする。疲れたら他の女性に交代する。また、短い竹筒も楽器として合奏に使われる。演奏式ショーンはパフォーマンスとしても演出される。基本的に5本で演奏しており、華麗な表現なら20本でも調子を合わせて演奏できる。 日本統治時代に祭り儀式ショーンが日本人に好まれたため、サオ族は新たなキネオンパフォーマンスを制作し、観光地の定番になってきた。伝統的に祭り儀式ショーンと共に歌を歌うことはない。一方、演奏式ショーンではサオ族の民謡が共に歌われる。浮き殿、魚を捕まえる罠。人工的に湖面に付設した水田である。 竹、またはプラスチックで作った骨組み、上を土を覆い、ジンジャーリリーなど、水生植物を植える。一見すると、湖水に浮かんでいる、小島のようである。魚は、自在に中に入り、生息したり、散卵にしたりするため、簡単に魚が捕まえられる。堀へ行き、使用量を請求、満身統地時代、各百年事件が起きた。 肝心系の狂わ百年は開墾の権利証がないにも、かかわらず、無理やりに、堀に侵入、ブヌーン族系のホウラ社を騙した挙句虐殺した。ホウラ社の勢力が衰え、堀盆地のタイアル族系のマユーラ社に頼らざるを得なかった。肝心の占領で、堀の原住民は、不安が続き、やむを得ずに、水サレン地域部族のリーダー、サオ族は、ブローカーとして、 台湾西部平野の大裸部族を招き、堀盆地に移住させた。大羅歩部族は、土地賃借人なので、沙オ族に、年収の5%を使用料として支払い、台湾語で、ソラゴソ、または、バンダイソと呼ばれる。その後、戦後まで、漢人の旧暦、お正月、または、大裸部族の祖霊祭の時、沙オ族はわざと実月スタから、堀まで歩き、 平イラホ族に招待され、別れの時、お餅など、お土産としてくれ、贈答品を持ち帰った。台湾語で、と呼ばれる。タブー、放棄。人前での放棄は、マナー違反とされ、タブーである。世間話をする時や祭事、特に、それ屋の中で放棄すれば、先祖が怒る。親戚や友達の前で放棄した場合は、全員に謝罪として、餅を振る舞う。くしゃみ。 畑や仕事への行き帰り、または山に狩りに赴もむく折に、誰が急にくしゃみをすれば、不吉なことが起きるという俗信がある。カワイわしの漬物、カワイわしは、実月炭に生息する、在来種の魚である。近年はティラピアなどの外来魚によって、カワイわしはじめ在来種の水生生物は、生態系を破壊されている。竿族は気力魚の漬物を作る。 まず十数匹の気力魚を軽く塩で揉む。続いて、白飯を加えて、丁寧に混合させる。塩を入れた亀に気力魚と白飯の混合物を詰め込み、最後に塩を振りかけて、亀を密封する。数日後から食用が可能である。飯の酸味が好きなら、塩を適当に入れて調味できる。竿子で、飯を発酵させた漬物作りを、ピヌアフアンと呼ぶ。 ピューディクハシサイ荒レ地を開墾し、種を植え付ける前にサオ族は夢占いをする。悪夢なら、予定地での工作を諦め、改めて他の地を求めて開墾する。旧暦3月1日の明け方、サオ族は生鳥、メジロチメドリがまだ起き出さず、泣かないうちに農地に出発する。サオ族もタイヤル族やセデック族と同じように、 メジロチメドリーの飛ぶ方向と鳴き声で吉祥を占う、取り占いをする。基地であれば予定通りに、狩猟や農事を行うが、今日であれば、たとえ万般の用意が整った場合でも中止する。保護者は子供を連れ、黙々と農地に行き、死をまく方法を子供に指導する。これは、実際の農耕作業でなく、神事である。 純粋で素直な子供は神聖とされるため、農作物の豊作を祈って、子供に種を任せる。キロでも黙々と歩き、花や木は勝手に折ってはいけない。物を落としてもいけない。当日、味が薄い食べ物だけを食べる。塩辛いもの、甘いもの、グワバまで食べない。タブーを破れば、農作物の日焼けが起こり、枯れる。もしくは、ネズミや鳥に荒らされてしまう。 イゼザクピューディクが終わり、祭事場で一列に、ソレーランを並べ、そして餅米の飯を備え、先生カカは、稲のハ作業が始まることをソレーに申し上げる。また、旧暦3月3日にマロルーパック,クッパーはしご祭りも行い、丸い餅を備え、先生カカは、ソレー愛に向き、ハ作業が順調にできるように祈る。2021年には、滑水により、 実月丹の固定の一部が露出した。竿族は、伝統的な儀礼にのっとり、伊達商婦等を折り、聖地、へしゃげ路頭の方向へ向けて、露出したサスでブランコ祭りを行った、派主祭の一連の行事の一つである。旧暦3月4日に行う。主祭者は、孟子の長老であり、早朝、先生家家は孟、孟子宅の前で、孟長老家のそれへ愛にノりとを唱え、 酒を捧げた後、一堂で竹で組まれたブランコに移動する。先生方かかが皆を引率し、指を酒に濡らしたり、酒をかけたり、祈りを唱え、それへに祈祷する。まず、夫婦が健在である、最高年齢者から始め、年齢順で順序にブランコを漕ぐ。座り乗りも立ち乗りも、好きにする。ブランコこぎが高ければ高いほどその年は豊作になると、され。 もっと収穫できるように祈願する。サオ族は、揺れているブランコは、あたかも吹く風に、稲穂がそよそよ揺れている様子だと考えている。ブランコを漕いでる人は、簡単な、サオ語で、ピアカリンキン、ペケーマンを祈り、ブランコを降りてから、ブランコの揺れをコントロールする青年も、ピアカリンキン、ペケーマンと言い,い、ブランコ祭りに参加した人々を祝福する。開催日、 サオ族の全員がブランコを漕いだ後であれば、一般観客も体験可能である。2021年、乾燥気象、降水量激減で、実月丹の水位低下により、固定が露出した。ブランコ祭りは60年ぶりに、集落の空き地ではなく、伝統的な開催場所である、実月丹の湖岸で行われた。 マシャック州ポック当人化氏族専属用旧歴6月25日、園氏と石氏、この二つの頭人新聞を継承する家族のみで行う祭事である。園氏と石氏の頭人は、それぞれ船に乗り、先祖が、かつて領有した居住地へ渡り、遺跡でソレへを供養する。園氏頭人はフィルホー、石シ頭人は、プジに行く。 船が次第に急遽住地に近づきつつあるとき、頭人は先祖の名前をいちいち呼びかける。遺跡に到着した後、酒粕と殻を剥いたゆで卵をソレイに捧げ、祀ってから、亀にある余った酒粕を縄で木にかけて帰る。もともと、石市頭人の先祖供養祭場は、今の官兵機楼、ホテル、リゾートホテル実月行館に下にある湖畔だった。 しかし、1956年に、元総統、小解席は、関壁老を行官とし、接近した者は、総統主営憲兵に追い払われた。やむを得ず、最上変更で、無事で行う。また数に狩猟祭昔、旧暦7月の中旬、サオ族の男性は山に入り、サオ族の正月儀礼のために狩猟を行った。出発する前に、 先生カカは狩猟の成功を祈った。現在、男性らによる狩猟儀礼は失われたが、旧暦7月1日と3日に祭事を行う。テーマックとは、甘酒のカスを、鍋や臼の上に乗せる儀礼である。サオ族には二王と人家、石と縁があり、それぞれの配下のサオ族の方と共に、旧7月1日早朝、先生カカも二手に分かれ、 この二つの頭人家に、三州二組は同時に、同じ祭儀を行っている。縁、毛、鋼、三氏は、縁氏頭人の家に、一方、石、陳、社、丹は、石氏頭人の家に、そランを持ち寄りに行く。頭人家のそランを真ん中に、そしてテーマックも側に置き、杖一本を薄に縛り、立て、これを中心として、他の家庭のソレれ愛はそれから、 左と右に一列で置かれる。先生カカは、ソレーランとテーマックに向き、男性狩猟団が、間もなく、山に出発し、狩猟が成功するよう、ソレーに祈る。杖は、足が不自由なソレーに捧げる。祭児の中ほど、頭人家は、酒と共に料理した、鶏肉半身を備え、先生カカは直接に、祭児場で鶏肉を食べる。先生カカ以外、他の者は、 絶対食べられない。残った鳥の骨も絶対に犬に食べさせない。仮に犬に食わせれば、その犬は怠け者になり、狩猟に役立たなくなる。休憩時間の後、他の家庭のソレイ愛は、側で預けられ、ただカシラ人家のソレイ、愛だけ置かれる。先生家家は、主品として、カシラ人家のソレイに祈る。うなぎ餅。うなぎは、生命力が強い。 サオ族男性の強い精神力と体力を表す。マタンスウーンは、サオ語で、集団行動という、うなぎは、サオ語でつざであり、白うなぎ祭りは狩猟祭の一部祭事である。マロルーテーマックのプロセスとほぼ同じである。97月3日、早朝、一シ子とエン子二つが白人家の前で、テーマックと、各家庭のソイランを二回目に集め、先生家家が、 先祖代々の名前を一名ごとに唱え、先祖を呼び寄せ、のりとを唱える。しばらく休憩した後、青年は各家から持ち込まれたもち米で作ったうなぎを備え、先生かかは再びソレイに祈祷し、ソレイに、もち米うなぎを検定する。青年は建て祀られたもち米うなぎを切り、現場の観客が食べると、竿族から祝福される。なお、 もち米うなぎの尾の部分は、頭人家に進定する。当日、頭人家は、晩餐会を開き、参加者は2本の酒を持ちき、先生かかに捧げる。先生かかは酒を参加者たちと共に分け合う。白うなぎ祭りで、先生かかは、それへ会いに入れた、ご先祖様の衣装を片付ける。ルスワンソレ祭、サイ、サオ族のお正月旧暦8月1日から始める。 大可年と小可年、二つの祝い方がある。当年度、主催者が選ばれ、いたら、大可年になる。旧暦8月4日に先祖を迎えるため、ソレイヤを建てる。ソレイヤの前で祭ったり、歌を歌ったり、1ヶ月ほど行事をする。小可年の場合は、女祭師が、ソレイランを祭り、各家庭で、皆一緒に酒を飲んでから、旧暦8月4日に終了する。 竿族の祖霊祭、新年祭りは、旧7月29日また30日、大晦日の夜から始まる。男性は年の瀬になると、山に狩猟に出かけ、女性は徹夜で、ネオ音を演奏し、男性に新年が明日から始まることを知らせる。大晦日は、男女分別で、正運合奏も、男性禁制であった。旧8月1日に、 出入り口の左右に、サオ語でリーキッシュという稲荷の水草を、魔よけの飾り物としてかける。漢民族系旧正月飾りの、春蓮と似ているから、サオ族にまた、台湾語で、角貫とも呼ばれる。リー・ケーシーは、強い生命力を持つ、水生植物なので、検証を祈る意味がある。申し家族の男性が、主催者を務める、狩猟の祭事であり、女人禁制である。 旧8月1日の早朝、孟子の長老は、黒つぐの刃で作ったなで棒を持ち、続々と訪れる竿族の男性の右手を取り、少量の酒かすをつけた棒で、二の腕から手首へとするようになでる。狩猟道具の弓や刀なども、このように払い読めるとともに、健康祈願をする。男性が父さんを行っている一方、女性は、ち米の飯と、そう、 霊乱を持ち、祭事上に一列に置く。両側また、各一本の竹の棒を結界として置き、犬や鳥などが聖なる空間を横切るのを防ぐためで、ある。先生家家は全員集合し、各家が持ち込んだそれ選んと、備え物持ち米の飯に対し、祈祷する。タングカリリーは、サオ語で、転換や新たな展開という意味で、 ノリトは特に新年が訪れたことを先祖に伝える。祭事場の祭事が終了したら、先生家かまた二人もしくは三人と手分けして別れ、一軒一軒の家庭を巡る。各家の玄関前には、先の祭事場から戻ってきたばかりのそれ愛が置かれ、ノリトを繰り返す。サオ語で、タウンは家の意味なので、タンタウンは個別、カタウナンは村、ブラクという意味である。 夕方頃で、忙しい祭事が終わり、先生か家たちは、竿族の皆ともに、ごちそうの共演に加わる。最初は、なですり儀式担当者のケアから、次は、かしらにぎやんや、最終はかしらひといしやで、盛りだくさんのお料理をいっぱい堪能する。先生か家と家族の親戚、友達一緒に何回も指を逆きに浸し、お酒をかけながら、 ご先祖に新年祭りが開催されたことを報告してから宴会が始まる。家にある食卓は、内ち卓という、先生家か、温度取りと頭人が座る。玄関外にまた、外宅を置き、家族や友人はここで食事をする。飲み会のお酒は3種類がある。うすうなん、一緒という意味である。参加者の誰もが、セルフサービスで飲む。プソングソング。 サングは、昔の頭人、エンア層の名前の層、台湾語の発音 s n g だそうである。つまり、昔の頭人の名前で、身分の高い頭人の代名詞となった。プソングソングは、頭人に献上するという意味で、この酒は頭人専用で、頭人と温度取りは、プソングソングを組んで、参加者は配ってもらってから、飲んでいただく。 プソングソングは配ったり、飲んだり、こうしているとき、温度取りは励まし合ったり、忠告したり、祝うという即興の歌を歌い始め、皆もその歌にこうする。タクチャック、先生カカに酒を剣じる。この主食の機会でも主役は、先生カカである。主人は、抜子儀式の担当者と、年越しソレーサイの再儀式家の指導者、二人、三人、組みながら、一緒に、 タクチャック1茶碗を捧げ、先生かかはどちらにという歌を歌い、宴会場をめぐって、先生かかを探す身振りをした上で最後に、先生かかが席を立ち、研守される。この時、縁が盛り上がり、皆は、壁や、食卓や椅子を叩き、歓声を上げる。先生かかに、感謝の気持ちを表す。そして、参加者は、先生かかから、 タクチャック種を配ってもらい、飲んでいただく。タクチャックは大可年限定の儀式なので、小可年なら、うすうなんとプソングソングは行われるが、タクチャックは犬種科を歌わず叩くことも完成もせず、先生家家は静かにタクチャックコイン種をもらう。サオゴデリブッシュは、森林、ルカレブッシュは、動物、ムリブシは、森林で狩猟するという意味である。旧8月2日の朝、 行われる無理節は、本当の狩猟ではなく、祈願儀式である。孔子と陳師の長老は、男性陣を引き一本の Y 型の木で作った、くくり罠を土に刺し、海順番にくくり罠に手触りしながら、狩猟順調の言葉を唱える。無理節儀式に参加した男性に対しての儀式である。シャキッシュは、竿語で、回復、取り戻す、マシュッキッシュは帰る。 ティシュ歌詞はすべて戻させるという意味である。無理節に参加した男性は、草やカズラで作った冠を被り、毛毛の前で集め、申し長老は、右手の指で酒かすをつけ、男性一人、数との額、腕、膝、足首を拭い、頭が賢くなり、手が強くなり、足が強く、キョンと同じで速く走れるように、身体健全を祈願する。 98月2日に、どの家も甘酒一茶碗を用意し、祭事場に集めに行く。先生方はかは司り、ご先祖に甘酒を捧げ、そして今年は主催者がいるかいないかつまり小可燃、小家年かもしくは大可年かこの時に確認され、決まられる。もし現場に甘酒を鉄器の釜に持って備える人がいなかったら、今年は主催者がいない。 小家年で住む。サオ語で、パルは叩く、イゼイザクは子供、ニピンは、歯という意味。また、台湾語でカドシとも呼ばれる。儀式を遂行する者は特に、パルパルニピンエタオと呼ばれ、陳氏と講氏の長老が担当者である。大家年なら、旧8月3日の早朝に行われ、小学校に通う子供を対象とし、上の左右の剣誌をハンマーとのみで叩いて抜き取る。 抜である明治時代に台湾原住民族を調査した日本の人類学者、井上拓の記録が森口武史実の編集により1992年に井上拓の台湾等日記として出版された。その記述によれば、1897年9月2日に井上拓は当社でこの儀式を実地調査したという。しかし、日本統治時代に廃止され、 現在ではただ道具を当てるふりをするなど、形式的にしか残されていない。昔、差し飲み橋し儀式に参加する、子供たちは、前夜に、猛子の家に集まり、感染を防ぐため、夜に子供は何回も起こされ、炭の粉で歯と歯茎を塗られる。儀式の折、必需品はハンマー、のみ、はい、それに一つ紙のおかぼである。最初に、子供の目を黒布で覆い隠し、 ついで、講師長老は両手で、子供の頭を支え、固定し、手術者である陳師長老が左右の剣士に、墨の灰を塗り、そしてハンマーでのみを叩き、剣士を折る。差しのみ抜歯儀式を行う理由しては、青年式、当時のおしゃれあるいは、剣士は、不吉など諸説ある儀式が終了すると、先生方の祈祷がその場で始まる。担当者陳氏家族の祖霊。 愛の実を置き、伐し道具やおかぼを備え、先祖に祈る。おかぼは、子供が、すくすくと成長して方を実らせるようにとの祈願が、込められている。主催者がいる、大可燃だから、旧8月4日に、茅やや竹や鶴植物など建材として、ソレイが泊まる、祭祀小屋を建てる。場所は、珍氏か、講師の家の前に毎回交互に建てられる。大可燃儀式の期間。 ソレイはソレイヤで休憩したり、剣技を見たり、祭儀を見守るそうである。ソレイを艦隊するため、ソレイヤの中に酒を盛もるもたい、毛布、いろりを用意しておき、いろりの日は、祭儀が終わるまで、絶対消さない。関係者以外立ち入り禁止である。小屋掛けが終了する前、各家からソレイ愛が運ばれ、丸い餅、愛に並んで備えられる。陳氏と講氏は、 パルパル氏族なので、さらに、うなぎ型の餅も備える。先生方は低い腰掛けに座り、今夜から、お祝いの歌と踊りが開始されるので、ソレイが、ゆっくりと観覧するように、祈願を始める。98月4日の夜から、第1回シュメイラが行われる。主要舞台は、特別に設営したソレイヤの前である。サオ族の人々は先祖をいぶし 物悲しい調べの株を開始する。舞夜が行われる株、その一曲目は必ず今年差しのみ抜死された少年が舞夜交代でン子か講師の庭先から始まるという形式をとる。この儀礼は特に妊娠中とも中の者には絶対に見せない。何曲か歌ってから長老に引き入られ、 ソレイヤの前に移動し、主要舞台で待っているサオ族の者にバトンを渡す。早朝な感じの歌を歌い、エンジンを組み、手をつなぎながら踊る様子は、おごそかな雰囲気を醸し出している。数種類の先祖代々を称える歌を歌い、最後は激しく跳躍を繰り返し、夜半頃まで、当日の日課は終了する。最時期間、訪れたソレイはソレイヤに滞在し、 株を見ながら寝泊まりすると考えられ、焚き火、毛布、酒を用意する。ソレイヤで喧嘩、放オーガなど不敬行為は一切禁止。サオ族の人々は必ずソレイヤに入り、指を酒につけ、指で酒をかけ、または、タバコや瓶炉を備え、ソレイに、感謝や、祈願の言葉を捧げる。98月5日から、12日の中ほど祭りまで。 毎晩ソレイヤの前で、シュメイラというブが行われるが、ほとんど単調な曲である。ファイサファズは、サオ語で半分という意味で、ミンタナファッツイファズは夜半、マティッシュファイサファズは2分の1、マチレイファイサファズはちょうど半分という意味である。つまり、12日の中ほど祭りが開かれてから、サオ族のお正月も、半期経過した。中ほど祭りの昼間、 それ愛は運び出されなく、ただ、甘口酒かすを、祭事上で一列に置き備え、先生か家は祈祷する。今夜から、意味がなくなり、意義深いや、物哀れのや、哀悼の曲など全部自由に歌える。中ほど祭りの晩、平日に、シ氏族に守られ、祀られる実月の盾は、それ屋に迎えられ、据えたて祀られる。祭祀家のンシは、 サオ族先祖が使用した実月の盾を保管している。この盾は、サオ族のお正月祭の際に、大切な役割を果たす神儀である。ソレイヤに迎えられるとき、陳家の前で株が終了すると、サオ族の皆は、行列を作り、前の人の肩に右手を当て、数なぎになり、ソレイヤまで練り歩くが、先頭の方は、実月の盾を捧げ、ソレイ屋内に慎重にかかる。 この儀式は、サオ語でマスティチュージャと呼ばれ、実月の盾の中に沈まっている。戦争の最高祖霊は祖霊屋に鎮座する。これで、祭事も中盤に差し掛かると、最悪を沈める村内巡行も今夜から正月祭の末まで行われる。深夜、サオ族の皆は手に手をつなぎ、歌いながら巡行する。その先頭には、割れた竹一本を持ち男性が、 行列隊を率いて、行進、それイヤの中から、出発、地面を叩きながら、村内にある邪気を払い、そして行列隊の最後尾には、放棄で吐く方が続き、邪気をまとめる。行列隊巡行もまた、その日の株を締めくくり、かつ人々の感情を高揚させ、テンションが上がる上で、大切な行事である。もし、中ほど祭りがなかったら、意味により、演出士族の歌。 シュリアが歌えない。エン氏はカシラヒト氏族なので、シュリアの歌詞は昔他の部族と戦争したことに関し、勝手に歌うのは禁止される。クルジン・フニヒ、パトッシュカーンコニーという祭りの歌も、戦争を描写するから、中ほど祭りで歌われる。また、フニヒ、メトッシュカーンコニーという歌も、中ほど祭りの後から歌って、タブーを犯しない。特に、サオ族も、 再始行時に、来訪の方、このような祭りの歌を録画、録音したら、自分で勝手に放送してはいけないと忠告する。ライクズは、竿語で後ろ、背中という意味で、単アライクズは、建物の後、キャタノタのライクズは振り向く、ミアリクリクシザは、終章という意味である。ミンライクズは、約1ヶ月間行事が続くサオ族王の正月祭のエンディングを飾る。 98月20日朝、ソレイアイが、ソレイアの前に並べられ、持ち米ンまたは二つの丸型の餅が備えられ、陳氏と孔氏は、パルパル氏族なので、うなぎ型の餅を加えて捧げる。先生か家たちは祈祷してから、また各家は、ソレイランを持ち帰り、先生か家は手分けし、集落の家々を回り祈祷し、各家庭のソレイアイに祈祷する。特に当年主催者、 サオ語、パリコス、台湾語、ロシュルーティーエスの家は、さらに生の豚頭、豚の尻尾、豚足、豚の内臓を備え、先生カカが儀式を行ってから、当年主催者の女房の着物や飾り物を、ソレイ愛イに入れる。つまり、別姓もしくは別族の妻はこれからもこの家族、サオ族の身内になり、妻の精霊もソレイが宿るソレイ愛イに入る。先生カカが唱える。 ノリトの内容にも妻の名前があり、今も、他界した後も、祀られる。夕方頃、最後の見切る穂タンタウン見切る穂各家庭のみ会が開かれ、当年留守案で、主催者として選定された者は、全員のために、盛大な響き縁を準備し、人々の共応に努める。内職宅で、主催者の妻は、もう正式に実家から離れ、夫の家に入ったので、 主催者は感謝の気持ちを込め、妻の実家の家族にプレゼントする。先生家か、頭人、長老への慰労として、主催者も、礼金や贈り物を差し上げる。外食宅は、親戚や友人がパーティーを開く。飲み会が終わり、淡々民パルを書く、家で舞踊を行う。温度取り、指導者の陳氏と講師長老は皆を引き主催者の家の前で歌いながら踊る。 そして、主催者の息子は、実月の盾を前に背負い、皆は、彼の後から互いに手を取り、一列の行列隊になり、官民族系の家も、神前を込め、一軒一軒訪問し、門先で株を出演する。訪問してくれた家も差し入れを出し、接待する。この時、実月の盾も捧げられ、オ族の各家に入る。主人は、 家の前で実月の盾を迎え、実月の盾は室内を一周され、しばらくそれらんと一緒に祀られる。実月の盾は女性が触れてはならない。花火も打ち上げ、盛り上がりに最高潮に達する。このタンタウンミンパロは延々と徹夜で続けられ、観光客まで巻き込み、真夜中でも、強熱的な感情の高ぶりである。翌日のお昼近くになり、 ようやく一連のルスアンソレイ祭、サオ族の正月行事が完結する。最後祭が終わっても、ソレイヤはすぐには壊されない。先生家家は、他の県と市に在住し、祭儀に参加できなかった、サオ族に対し、祈祷に出張に行く。最後祭からソレイヤを取り壊す日まで、踊りはできないが、ソレイヤの前で、意味がある、祭り歌の稽古をすることは許される。 ソレイヤを取り壊す日に、先生家家はソレイに祈祷報告する。その最中に、ソレイヤはすべて取り壊され、建材はすべて燃やされる。ルスン行事は幕を閉じる。白鹿追伝説サオ族の祖先はもともとは、カヨシ県にある、有山に暮らしていたと言われる。その昔、彼らが山中で、狩猟の際、一匹の大きな白い鹿を発見した。 この白禄を懸命に追いかけ、一行は知らず知らずのうちに、山や峰を越えた。やがて、数日間が過ぎ、一行も白禄も精魂が突き果てた時、息を飲むほど、美しい湖が、目の前に現れた。この時、追い詰められた白禄は、急に湖の中に飛び込み、消えていった。彼らは白禄を捕獲できなかったが、 魚やエビが豊富に生息する実月丹を見つけた。その後、サオ族の人々は、ここが神から与えられた安住の地であると考え、実月丹南丹のプジへ集団移住し、サオ族が最初住む土地になったと言われる。サオ語で白いとは、マプジ、プジという地名もサオ語で白いという意味も、かつて先祖が置いていた白い鹿の伝説が由来と言われる。 禁断のエリアサオ族の伝説によれば、サオ語で、マーオックと呼ばれる地点は、サオ族にとって意味嫌われる場所である。マーオックは、漢民族に大湾と呼ばれ、現在は、水社不動である。昔々、サオ族のサピュードゥークとツアピナーでマーオックで、争いが起き、また、他の部族、顔に、入れ墨がある輩との戦乱で、多くの者が戦死した、古戦場である。 サオ族は夜間であれば、精霊、幽霊が現れると信じ、心霊現象も怪奇現象も起きるとされ、昔は禁断のエリアだった。今は、埠頭も商店街もホテルもある、賑やかな観光地である。神木赤木昔々、サオ族の聖地であるラル島に一本の巨大な赤木があり、ご神木として数形されていた。ある日、漢民族系が、 侵略行為としてこの若木の伐採を試み、斧を振り向きにぶち当てた。だが巨木は、ついたちがかりでは倒れなかった。翌日、漢人はもう一回島に上陸して驚く。昨日斧で切り込んだ神木の切り口が、すべて綺麗に消えていたのである。その日、漢人は、神木の下で昼寝した。夢に、白髪、白ひげの大きなが現れ。 神木の切り倒し方を教えられた。翌々日、肝人は、沖縄の教え通りに、のこぎりで神木に切り込めば、神木は大きく大きく傾き、地面にどうと倒れた。肝人は素早く黒犬の血を切り口に抜き、そして大きな釜で切り口を覆った。神木は、切り口から、新たに芽を出すこともなく、もう二度と蘇られなかった。神木赤木は、 サオ族の信仰の対象だった。赤木の巨樹が緑の葉を茂らせているなら、サオ族も子孫繁栄するとされた。フクロウの鳴き声昔々、ある少女は結婚後も、解任の兆しがなかった。彼女は花を摘んで、髪に刺し、自分がまだ妊娠していない妻の身分を表していた。ある日、少女は焚木を集めに山に行き、 偶然に鷹に追いかけられるフクロウに出会う。少女は鷹を追い払い、フクロウを救った。そして、フクロウを連れ帰り、丁寧に羽を整えてあげた。しかし、少女の姑は不機嫌そうに、フクロウを追い出してしまえと少女に命じた。少女はこのまま別れるのが辛く、日が暮れ、暗くなってから、家の裏山でフクロウに、私は、君の母よ、毎日の夜。 母に会いに来なさいと言い、涙ながらに、フクロウと別れた。それ以後、夜になると、フクロウはまるで約束を守るように家に飛来し屋根に泊まり、ほうほううほうほうと泣く。そして、ほどなく少女は子宝に恵まれた。フクロウが屋根に泊まって泣いたら、サオ族にとって、解任の兆しとされる。フクロウは、 小佐漬け鳥として、サオ族に愛される。山娘、火種も辛い山娘は、台湾固有種鳥類である。昔々、サオ族は、農産物を生のまま食べていた。山娘は、サオ族の畑や果樹園に侵入し、サツマイモや、トウモロコシやパパイヤを奪って食う。サオ族はひどく迷惑していた。ある日、山娘は赤く燃える炭を口に加えてサオ族の、 畑や果樹園に火をつけ火事を起こしてしまった。サオ族の人々は嘆き山娘のせいで飢饉に襲われることを心配した。サオ族らは畑で焼け残ったサツマイモを探すうちにいい匂いがすることに気がついた。試しに試食すると意外な美味に驚いた。これでサオ族は料理というものを知った。火で調理済みの農産物を美味しくいただく。 竿族は感謝の気持ちを込め、山娘にも怒らない。山娘狩りも、絶対しない。高になった子供昔々、怠け者の子供がいた。母が、いくら忙しく、浅いとを酔っても、全然手伝わない。母はついに我慢ならず、こう叱り飛ばした。叱られた子供は意地を張り、屋根に登ると竹猿を半分に切断し、一つずつ、左右の両脇に、 半分の竹猿を差し込んだ。そして猿を翼に変え、鷹に変身して飛び去ってしまった。サオ族は、鷹は、人間の子供であると信じ、絶対に鷹を取らない。また、哀れな娘の民話もある。その娘はいつも、手厳しい母にいじめられ、ろくに食事を与えられないまま、仕事を押し付けられていた。だが、娘は母を恐れて抵抗できなかった。ある日、 娘は、実月炭や水汲みに行かせられた。水を汲んで、家まで運べば、飯のおこげを恵んでくれるという。娘は、苦心三炭の末に水を汲み、疲れ果てて、家に帰ってきた。だが、母は、おこげを食べ尽くしてしまい、娘には何も与えられなかった。娘は落ち込み、竹猿を二つに切断し、左右両脇に。 半分の竹猿を差し込んで翼にすると高に変身して飛び去ってしまった。母は家から外へ出て高になった娘を見上げた。高になった娘は涙を流しその一滴が空から母の目に落ちた。ほどなく母は病死してしまった。人魚とクラハズ実月単にはタクラハという水の精霊の一族が住んでいた。区伝によればタクラハは 半人半魚で腰まである長い髪を持ち、行動が貧速で、性格が凶悪な人魚である。人を長い髪で絡め、強引に固定まで引き込んだり、船を覆したりするという。タクラ派は、ラル島の近隣の浮島に住み、夏なら冷たく、冬なら暖かい石板に寝ているそうである。学者の、陳里官が、竿族の長老、関山松から再録した民話によれば、 昔、ロルーメンと、三時間という夫婦が生計を立てるため、うなぎ島でうなぎ取りをしていた。しかし、夫ロルーメンは、実月単に潜り、常に、水中でタクラハが、うなぎ島にいるうなぎを勝手に捕まえて空現場に、遭遇する。タクラハも何度も、長い髪でロルーメンを絡めて殺すつもりだったが、勇敢なロルーメンは、タクラハと戦い、振り切れた。ロルーメンも、 反撃のため、タクラハの寝床である石板を盗み、両方の攻防戦が続いている。ある日、ロルーメンはついにタクラハを追い払った。タクラハは一旦敗戦し、ホリチンにあるリギョタンに逃げた。ロルーメンは追いついたが、タクラハの母がリギョタンに住んでおり、母子はロルーメンをリギョタンで挟み撃ちにした。ロルーメンは負け、それから間もなく病没した。サオ族の大人は、 石板がある浮島には、絶対に近づかないように子供を戒めていたそうである。現在では、タクラハの物語は美化され、絵本の登場キャラクターになっている。もともと、タクラハとサオ族は平和に暮らしていた。タクラハは、食べ物として、実月端にいる魚やエビを取り、サオ族もタクラハが湖に浮かぶ島や岩で、日向ぼっこをしている光景に見慣れていた。サオ族は、 実月単の豊富な魚介を取って暮らしていたが、ある頃、仕掛けた網や罠がことごとく、タクラハに破壊されるようになり、魚が取れなくなってしまった。サオ族の青年、沼は、湖水に飛び込み、タクラハと三日三番にわたって戦ったが、決着はつかなかった。腹を立てた沼は、なぜ我々の漁を妨げるのかと質問。怒り心頭に発していたタクラハは、 実月丹の魚を一網打尽にしているではないか。目が細かい網を使うせいで、この湖にいる魚が大幅に減った。これはお前の乱獲が原因だ。と返す。それで自分たちの過ちに気づいたサオ族はコナ中の生態系を守るため使う網の目を大きくして漁獲量の制限を取り決めた。 この句伝に基づき、新たに創作したバージョンでは、現在にも通じるテーマとして、水産資源の管理や生態環境の保護をモチーフとしている。小人族ガラスクアリりからスクアリとは、台湾語で、黒いアリを意味する。サオ語では不明。句伝によれば、日本統治時代、サオ族は、責任者に、集団居住していた。責任者も昔、サオ族に、台湾語で、 カラスクアリと呼ばれる民族の住みであったという。カラスクアリは黒いアリのイメージの通りに、肌は黒く、巻き毛で、身長が低い、穴を掘る、小人族だそうであった。カラスクアリはのんびり屋で、実月単で水泳するなど遊ぶことを好み、時にサオ族のものを盗むなど、悪さをしたが、互いに平和に暮らしていた。カラスクアリは、 ラル島南東側の対岸にある洞窟の中に住んでおり、この洞窟は相当に深く、責任者とそこから何キロも離れた大坪林にそれぞれ出入り口がある。責任者の出入り口には一つの大きな石があり、石の表面には素晴らしい模様が彫刻されている。これが地名、責任の由来である。出入り口には二人か三人のカラスクアリが警備をしている。 肝人の漁師が大石を盗み出そうとしたが、すぐから救わりに発見された。また盗みに来ると、湖に引きずり込まれて殺された。肝人の漁師は、恐れ、以後、近寄ろうとはしなかった。1919年から1934年にかけ、日本統治当局は、水力発電所の建設工事を行った。実月炭の水位が次第に上昇し、 カラスクアリは排水のため洞窟を掘らざるを得なかった。掘られた、ハイドは当社に積み上げられた。水力発電施設の完成のうち、原因不明で、カラスクアリも消えてしまった。ダムで水位が上がって洞窟が水没し、カラスクアリが全滅した、またはよそへ移住したなど諸説がある。また、カラスクアリは、尻尾がある、小人族という民話もある。彼らは、 尻尾があることを隠していた。ある日、カラスクアリのもとへサオ族がいきなり訪ねてきた。彼らは尻尾を隠そうと慌てて座り、尻尾が折れてしまった。これが原因で、サオ族はカラスクアリに嫌われ、絶好されてしまった。ブヌン族にも尻尾があり、地下で生活する遺族、アイクーランの伝承がある。サオ族とブヌン族は痛恨の関係があったので、 物語も伝わったのだろう。小人族シュリリチューン台湾原住民の大半の部族には、小人族についての伝説がある。サオ族の伝承では、昔の当社に、リリチューンという背が低い小人族が住んでいた。当時、サオ族はまだラル島に住んでいた。小人族はこれを羨ましがり、ラル島の占領を目指し、サオ族の部落を侵略した。こうして、 両族は戦争状態に陥った。岸からラル島に行くなら、船で実月館を渡るしかない。だがリリアンとサイナズの両地点は水位が低いため、徒歩でも渡れる。小人族はラル島に上陸を試みてこの地点に回った。そして湖水に入ったものの点灯し、携帯していた槍、矛、矢などの武器が自分自身に刺さって全滅してしまった。 サオ族の先祖は、この戦争の経過を隠された歌という歌に歌い込んで、後世に伝えた。現在まで、もし当年度お正月は、主催者が選出されると、サオ族と、小人族の戦士を描いた歌が歌われる。ソレー、愛の由来サオ族は、ラル島に移住し始めたところ、カシラ人の妻が双子を出産した。一方の子は、肌の色が、黒く、もう一方は、 白い兄弟だった。昔、双子を出産するのは不吉とされていたので、夫は黒い赤子を湖に放り込んで出来殺した。翌日の夜、赤子の亡霊が、夫の夢に現れた。僕が死んでしまったが、これから、サオ族は必ず家で死んだ家族の衣装や飾り物を、籠に入れ、ちゃんと祀らなければいけない。こうしないと、皆は災いと悪運にかぶられる。 カシラ人はこの夢を皆に伝え、皆は恐れた。今後、サオ族の家庭は、必ずソレイランを建てつる。キラシ日本統治時代の大正12年に生まれ、12歳まで、責任者で成長した。実月単の水力発電工事による水位の上昇で、サオ族は、現在の、伊達省に、集団移住を余儀なくされ、彼も移住した。 サオ語の普及及び伝承保存を目的に、単語、例文、会話、伝説などの音声資料を記録、特にサオ語のラテン文字アルファベットが制定される前、日本語のかなで、サオ語を記録し始めた。研究者の監視アキラは、キラシ及び、妻の一冊の協力を得、大量なサオ語の記録資料を保存、整理、教科書や辞書を編集した。また、日本人の研究者である、 新井田淳也の研究にも協力した。2014年の国際母語デーに台湾政府から本土言語結出貢献賞を授与された。2017年、95歳で惜しまれながら死去。五寸切らしの妻。昭和2年に生まれ、9歳まで責任者で生まれ育った。五寸は中華民国政権台湾へ転移した後、軍隊をねぎらうため。 金門島や朝鮮諸島などで、サオ族の歌舞やキネオンを披露した。また、サオ族の伝統歌謡や、祭祀歌舞やキネオンなどに精通しており、保存伝承に長年貢献した。マガイタンに生まれ、ダテ省で生まれ育った。父は、太平洋戦争期に、高砂義遊兵として、ニューギニアやハルマヘラ島の戦地に赴き、戦死。マサウさんは、 父が出生した3ヶ月後に生まれた。母は漢民族系台湾人、夫の戦死で貧困に苛なまれ、再婚した。保護者のいない正宇さんは、養子縁組で、父親の兄に養育され、おじから、竹網と編網の技を伝授された。現在三族唯一の細工職人である。2017年台湾総統、蔡英文は、外交関係のある、 太平洋諸島諸国、マーシャル諸島、ツバル、ソロモン諸島を訪問し、遊方元首、政府要人への贈り物に、マサウさんの工芸品、サオ族の受けが採用された。坂の徳高、台湾実月単に消えた、故郷、流浪のミンサオと、日本。ありがとうございます。